はいどうもしめじです。仮面ライダーバトルラッシュ、今日もやっていきたいと思います。新イベントのゴーストのイベントが始まっていますね。はい、集結英雄の魂ということで、また Q がね何かやらかしているんでしょう。 Q が物に宿る思念を取り込み、特殊な能力を発揮する機械をついに発明したと。これを最大限に利用するために、 Q は英雄の魂を持つアイコンを奪うべく仮面ライダーゴーストの世界に現れたと。はい、メインクエストがねブラックをやらずにずっと止まってるんですけども、まあ、Q はねいろいろやってきているようですけども、今回はですね、まあ、ゆるせんの助言で限定ステージに行けると。そして星4のニュートン、そして星5のグレートフルをいただけるということでね、これ頑張ってやっていきたいと思うんですけども、グレートフルはかっこいいよね。なんかね、まあ、キングホームみたいな感じもするけども、なかなかにかっこいいデザインだとは思います。でまあこんな感じで、ハイサー属性のパーティーを組んでやっております。まあ、リーダーにはデンジャラスゾンビを置いております。まあ、リーダーアビリティがハイサー属性の攻撃力 30% アップと、発動から長時間ダメージ 30% カットと素晴らしいですので、こちら置いております。そして前回獲得いたしましたライジングペガサス、こちらを4体合成ハイパワーストーンの力を借りてしまして、レベル90まで上げております。で他にもね、いつも通り伊達さん、ゼクロス、カリス、ウィザードとかを入れて、ゼロノスのね EX、 こちらはあまり強くはないんです。1体しか持ってないんでね。ただまあ EX なんでね BGM 変えれるんで、気分転換に入れてこんな感じで回しております。まだ全然やれてないですけどね。そしてそしてですね、まあ前回も言いましたようにラッシュストーンがね、溜まっておりますので、ここで集結英雄の魂のガシャを引いていきたいと思います。提供割合見ていきましょう。今回のピックアップとしては俺魂ですね。星5俺魂、速さ属性なんですね。オメガドライブ俺、敵単体に 2900% のダメージと、味方ユニットが多いほど必殺技のダメージアップ、あこれいいですね。であとは武蔵、闘魂武蔵魂の速さ属性なんですね。星5来ております。敵単体に 1350% の持続性ダメージと属性無視ダメージ、あ持続性ダメージと属性無視ダメージを同時にってことなんだ。で一定時間攻撃力アップと攻撃間隔短縮、あこれいいですね。で能力が上昇している敵への攻撃力がアップ、なかなかいいんじゃないでしょうか。武蔵、あとはですねネクロム三蔵魂とネクロムデストロイが、ランダム3回 880% の持続性ダメージと力属性に一定時間ダメージアップ、必殺技ゲージがマックスの時に一定時間敵を攻撃する対数がプラスに、なるほどね、なるほどなるほど、どれがいいんだろうな、わかりませんけども、まあ星5が来てくれるに越したことはないんですけども、まあ、最近ね11連、微妙な感じになっておりますけども、こっそりジョーカーがいるんだな。ジョーカー欲しいんだよね。これと全然関係ないけどね、力属性だし今回のピックアップでもないんだけども、個人的に好きなだけなんだけどね。あとはまあピックアップでこっそり、ガンフォームがいると。これも私は4体、獲得しておりますけども、まあ、あの紋章がね大事になってくるので、こんな感じでやっぱり紋章を獲得しとかないとなかなかスタート地点にも立てないみたいなところがあるので、こちら11連引いてね、ね、あの高望みしないでね、もう最近全然ダメですから、高望みをせずにこの、11連ガシャおまけを確認しましょうね。これね、許せの助言 ×5 はこれももらえるんですね。で、遭遇の紋章極みのレプリカ、これが11連でもらえると、そのおまけで11個ユニットが獲得できるというぐらいの気持ちで行ってみたいと思います。はい、それでは行きましょうか。ラッシュストーン50個使って11連いきますよと。はい、システムスタンバイよろしくお願いいたします。いやマジで本当に行こうね。はい、金色光った、はい、エジソン V3 ウィザードサゴーゾフォーミュラ G3 エジソンガンホームガンホームガンホーム2体来たぞ。ガンフォーム2体来たぞからの3体目。いや、ピックアップだけれどもよ。で、持ってるっつうの。はい、これね、限定エンブレムという文字がね、キラキラしておりますけども、いや4体持ってるっつうの。そうか、相変わらずバクシーですね。バクシーといって、
いや私にとっては爆死ですよこれは。そうか、まあ、サゴーゾの星さん、これはありがたいですね。うん、それぐらいですかね。特筆すべきことはないですね。エジソンももういらないぐらいですね。大体いらないぐらいですね。本当に話すことないですね、この11体に関して。どうなのこれ、ちょっと待ってよ。じゃあとりあえずその紋章を重ねるって今回できるんでしょうか。どうなんだろう。とりあえずガンズフォーム入れてってことかな。レベルアップはしないのかな紋章。それで、じゃあ微妙にね49個という形でもう1個は引けないみたいなので申し訳ないですけども、ラッシュガシャチケットこれ2枚をね使って、先日、爆死したばかりですけども、ラッシュガシャチケット2枚で行ってみたいと思います。ちょっと音が変ですね。はい、大丈夫かな。じゃあ行きましょう。ラッシュガシャ2枚使ってチケット、ちょっと音が変だな。はい、気を取り直しまして、ラッシュチケット2枚使ってガシャ行ってみましょう。行きます。はい、1枚目システムスタンバイ。いやー、昔はね、昔はっていうか単発で結構来たんだけどな。金色光ったよ。それからのスーパーワン、星4スーパーワン。はい、沖和也が来ましたよ。レーダーハンドを装備してね。そうか、これなん、ハンド違いとかでいろいろあるっていうことなのかな。あんまり知らないけど、まあいいか、これでね。はい、ラストでございます。1枚ね使っていきましょう。はい、システムスタンバイ。いやー、ほんとお願いしますよ。こんな感じだな最近ずっとね。金色には光ったよ。うん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 、いいよねストロンガーね、いいよね。そうか、力属性だけれどもね、まあ、確かにこの星4ストロンガーいいんですよ。あの一定時間停止系なのでね、敵全体に。うん、そうだね。まあありがとうございます。はい、それではね、まあゆるせんの助言を使ってねステージに遊びに来ておりますよ、ね、ガンフォームを入れてね、 EX0 の巣をやめてガンフォームを入れましたよ。でやっぱり紋章今回はねレベルアップっていうのがないようなので、まあ1体合成させてもらって紋章装備、あとの2体はもういらないとレアメダルに送りましたけども。本当にこの間のオールドラゴン祭りからの今回、ガンフォーム祭りということで、まあ、ピックアップだから嬉しい人は嬉しいんだろうけど、どうなんだろうね。そんなねピックアップ持ち何体も出してもねレベルアップもできないのにという感じで、まあ、スペリオル来たけどさ。まあ、こう全然ダメだね最近ね。はい、スペリオル撃破ということで、ネクロムがいらっしゃいましたね。はい、じゃあそろそろ、全員のね必殺技を使ってね、今回はまあいつも通りねふわっとした感じでね終わるようにしましょう。はい、この必殺技のなんかね演出の差が激しいよね。すごいガンフォームシンプルでさ、ウィザードはまあ真横からの図だけど、まあかっこいいはかっこいいの、ほらこういうアップが入るだけで全然なんかイメージが変わってくるんだけど、やっぱりでも作り直しとかはさすがにしないのかな。もしかして今後星5とかで出てくる場合は作り直しをするのかな。星5でユニットですっつってあれだとちょっとね、ゼクロスもやっぱり寂しいよねこれ。そう、伊達さんはシンプルなんだけどね、これも意外とペガサスもシンプルなんだけど、こうアップの絵が入ることで結構ねかっこいいってなるよね。そして安定のゾンビですね。今回のギルドイベントでクロノスが来るかなと思ってたけど、まあまさかのペガサスだったので次ぐらいに来るのかな。はい、お疲れ様です。アラン様撃破ということで、今回またイベントねまた頑張ってやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。しめじでした。バイバイ。